はい、どうも、ホソピーです。さて、今日はですね、15 Pro、Pro Max のですね、まあ、カラーですね、全4色実機撮影ということでですね、まあ、今かと届くのを待ってる方もいらっしゃるし、まあ、これから年末ぐらいまでにね、手に入ればいいかなというところで、こちらのですね、Pro シリーズを狙われてる方も結構いると思います。で、実機がですね、今手元に4色のうち3色あります。で、実店舗において、まあ、ブルーチタニウムもね、取ってきておりますので、すべてのカラーをですね、まあ、本日動画でですね、まあ、お楽しみいただきたいなと思います。ということで、カラー気になっている方はですね、ぜひ最後までご覧になってください。本日も行ってみましょう。細ピーチャンネル。はい、ということで、まずはですね、ブルーチタニウムということで、まあこれはですね、店舗で撮ってきた映像がありますので、まあこちらですね、ご覧ください。はい、こんな感じでですね、まあ特にこのフレームのチタンの部分ですね、はい、この部分のブルーのね、輝きが何とも言えないですね。で、カメラバンプ付近の色味、ここもですね、日に当てたりすると、まあ、青の濃さっていうところがね、伝わってくるのかなと思います。まあ、今回ね、このカメラリングとか、周りのカメラバンプのあたりですね、このあたりも統一感あるようなカラーリングに仕上げられているので、まあ、このあたりはですね、本当に見ててうっとりするなというふうにね、感じますね。で、12 Pro シリーズの時に、まあ、ブルー系ありましたけれども、それとはですね、やっぱちょっと違いますよね。まあ、濃さが違うかなというところで、まあ、かなりですね、今回濃いめのブルーということで、あの暗いところで見るとね、ちょっとブラック系にも見えるという、まあそういう仕上がりになっておりますけれども、まあこのブルーチタニウムですね、私もね、本当にね、迷ったんですけれども、まあ最終的にはですね、ちょっとブルーは外そうかなっていうところになったんですけれどもね、はい、ということでこれから購入しようと思っている方はですね、まあこういう風にね、見えるよっていうところを参考にしていただければと思います。はい、では次のカラー行きましょう。次はですね、こちら実機にありますけれども、はい、ホワイトチタニウムですね。これね、15 Pro なんですけれども、開封動画の時でも、開けた瞬間にですね、うわ、白っていう風に感じるぐらいですね、かなり白いです。この背面のね、白さはですね、まあ、ホワイトチタニウムというね、ネーミングそのものですね。で、このね、チタンのね、フレーム部分ですね、ここはですね、まあ、シルバー感がかなり強めの色味になっておりますね。で、このホワイトチタニウムも全然悪くないですよ。で、カラーのアンケート的にはですね、まあ、そこまで人気があるわけじゃなかった。いや、逆にですね、これ一番人気がなかったんですよ。ただ、見ていただいてお分かりの通りですね、このね、金属感が一番伝わるようなカラーリングになっているので、ホワイトチタニウムをね、選択しても全然悪くないですよ。このボタン類のね、この高級感のある作り、これたまんなくないですか？で、ここからの角度がやばいです。このカメラリングですね。はい。ここもね、これチタンなのかな？これ正確な情報ちょっと調べないでわかんないんですけれども、パッと見このカメラリングは、やっぱチタンフレームと合わせてきてるなっていう感じはしますけれどもね。めちゃくちゃかっこいいですよね、これね。ケースもね、非常に合わせやすいかなと思うんですよね。で、今回ちょっと要望がありまして、ケースフィニットのね、ケース紹介した時にですね、まあ合わせてない組み合わせを見たいなっていうところで、今回これ、ホワイトチタニウムに、まあアイスホワイト、まあこれが一番合うなっていうところで紹介してたんですけれども、このね、スモークブラック、スモークなこの黒のケースにですね、まあホワイトを合わせると、まあこんな感じに映るわけですね。で、カメラバンプのところが白いですから、この白と黒のね、コントラストっていうのが、まあ非常に相性としては、まあいいかなと思います。で、このボタン類はですね、くり抜きになってますから、まあそこからですね、結構金属チックなこのシルバー感あふれる色も見えてくるっていうのも、なかなかこのアクセントいいですよね。まあ白と黒の組み合わせっていうのは、まあこんな感じになっております。真正面から見るとね、まあこんな感じになっております。で、ホワイトチタニウムですね、これ室内撮影で店内の様子撮ってきておりますけれども、まあ今この部屋で見ているのと、まあそんなにね、変わらないかなと思いますけれども、蛍光灯がね、当たった感じで、あ、見え方がね、少し変わるかもしれませんけれども、やっぱりね、フレームはですね、金属チックな感じで非常に美しい仕上がりになっているかなというふうに感じますね。はい、ということで2色目ですね、ホワイトチタニウムでございました。はい、では次3色目いきましょう。ナチュラルチタニウムですね。これはですね、一番人気のカラーになっておりますけれども、まあ、チタンの、まあ、原色に近い色なんですかね。ナチュラルとね、言われておりますけれども、まあ、この、
フレーム、チタンフレームのところはですね、まあシルバー感が少しね、あのホワイトチタニウムの時よりかは抑えられているかなという感じですけれども、十分ですね、この金属の美しさっていうのかな、まあこれはね、伝わってくる感じがしますね。で、指紋はね、やっぱりね、ステンレスに比べると、まあはるかにつきにくいかなとは思いますが、やっぱ裸で使えばですね、当然指紋がね、ついてくるかなっていうところにはなります。で、こちらのカメラの部分、どうですか見え方。はい。やっぱりね、フレームの色と合わせてきてる感じしますよね。いやー、美しいですね。このナチュラルチタニウムも最高にいいですね。はい、こんな感じになっております。背面はね、ちょっとね、粘土っぽい色っていうのかな。はい。まあ、ホワイトと比べてみると、まあ、断然こちらの方が色が濃いということで、これだけですね、実は色違うんですよね。ホームページとかで見ると、まあ、そんなに色味の違いってないのかなと、このホワイトチタニウムとナチュラルっていうところがですね、非常に近い色味になってるように見えるんですけれども、並べるとですね、まあ、こんだけの色の差があるよということですね。で、このナチュラルチタニウムをですね、ちょっとね、ケース、黒系を合わせてほしいっていう声がありましたので、まあ、こちらのケースフィニットの、はい、スモークブラックですね。スモークブラックとナチュラルチタニウムの組み合わせもめちゃくちゃかっこよくないですか？このね、カメラバンプのね、色味。こことスモークブラックっていうところの、こことね、ここの色味とスモークブラックの相性がですね、また格別の良さがあります。はい、こんな感じになっております。まあ、アイスホワイトでね、こう白く合わせてみるっていうのも一つですけれども、こういう組み合わせもですね、まあ重厚感あって非常にいいのかなっていうふうに思いますね。で、店内撮影なんですが、まあ蛍光灯が当たったりとかね、少しね、今撮影している状況とは明るさは違うんですけれども、ほぼほぼね、同じような見え方だったかなと思います。まあ見ての通りですね、金属感も非常に強くね、チタンフレームの部分ですね、伝わってきますし、背面の様子とか見てもですね、蛍光灯でね、かなり明るく映っておりますけれども、見たままのですね、ちょっと粘土っぽい色っていうのかな、まあそういうような色、ホワイトチタニウムとはね、明らかに違うなっていうところはね、伝わってきたんではないでしょうかね。はい、ということで今回一番人気と言われているカラーですね、ナチュラルチタニウムでございました。はい、では最後4色目の色ですね、こちらにありますね、実機で見ていただきたいと思います。ブラックチタニウムですね。どうですか？これはですね、私のメイン機種、iPhone 15 Pro Max のカラーはブラックチタニウムを選択しております。で、あのホワイトチタニウムとかナチュラルチタニウムの、ま、金属感の伝わり方っていうのが、まあ、結構ね、似通っていたかなと思うんですけれども、このブラックチタニウムにした時の金属の感じ、この角度だと見やすいと思うんですけれども、ま、違った伝わり方していないですか？この黒々したですね、金属のこの質感、これもたまらないですね。これもたまらないよ。で、カメラバンプのこの付近ですね。はい。やっぱりですね、チタンのフレームと似たようなね、作り方をしてきていると。統一感はね、ありますよね、やっぱりね。このようになっております。ブラックチタニウムですね。で、光に当たった感じとかも、まあ、ブラックなので、そんなにこう、色が変わって見えるかなっていうところはないとは思うんですけれどもね。いや、やっぱり持った感じのね、この、バリが取られているっていうのかな。はい、角丸仕様になっているところが非常に優しい。持ち心地がね、優しいんですよ。これはたまらないですよ。で、店内撮影で見た感じだと、まあ、このようになっております。まあ、ちょっと明るいところで見ると、まあ、ブラックというかですね、スペースグレーっぽい感じで伝わるかな。グラファイトって感じかな。ちょくちょくですね、このアップルもグラファイトにしたり、スペースグレーにしたり、まあ、スペースグレーからだんだんね、黒を濃くしてきて、グラファイトに変わっておりますけれども、まあ、今回はですね、完全にこれね、ブラックチタニウムということで、まあ、ブラックが前面に出ております。まあ、ミッドナイトとかね、ちょっと青みがかった色とかも使っている時ありましたけれども、まあ、今回はですね、このブラックということで完全に黒にしましたね。で、カメラのレンズも黒だし、統一感あって非常にね、引き締まった感じに作られているなっていう風にね、まあ、感じましたね。はい、ということで4色目はですね、ブラックチタニウムでございました。細Pチャンネル。はい、ということで本日は iPhone 15 Pro シリーズの、まあ、カラーに特化した動画ということでですね、これからですね、購入したいなとかね、色でね、迷ってたなっていう方はですね、ぜひね、参考にしていただいて、まあ、人気の色っていうところも一応ね、アンケート結果ね、もう一回貼っておきますけれども、こんな感じでですね、まあ、ナチュラルチタニウムが一番人気で、次がね、ブルーチタニウム。で、その後にブラック、
ック、ホワイトみたいなね。まあ、こんな感じです。ただね、まあ、このアンケート結果っていうのも、あくまでもね、ほんとね、参考程度に留めていただいてですね、まあ、ほんと色っていうのは、自分のですね、第一印象でね、もうこれだなっていうのを決めていただいて、もうそれが正解ですから、そんな感じでこう、サクッと、まあ、決めていただければと思います。毎年ですね、結構コメントで、まあ、色がなかなか決めらんないんですっていうね、どれがいいですかっていうのあるんですけれども、まあ、カラーは本当に第一印象で、ご自身がこれだっていうものをですね、決め打ちでですね、まあ、あまり悩まずに購入されるのがいいのかなと思います。はい、ということで本日の動画は以上で終わりにしたいと思います。この動画役に立った、面白かったと思っていただけたらですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。